どうも皆さんこんにちは、つねひこです。今この動画を見てくれてる人っていうのは、まあそうですね、少なからずその人生に絶望していたり、まああとはもう世界をこう恨んでいる人、まあそういう人だと思います。じゃあお前は絶望しているのかと言われますと、まあそうですね、ちょっと顔見てもらえばわかるんですけど、今顔になんか無数の傷ができて、なんかそれがね、なんかさもオリオン座みたいな形になってるんですけど、こちらに今絶望しております。でやっぱ人生をこう長いことやってますと、まあね、やっぱり浮き沈みがあって、まあね、病む時だってあるじゃないですか。でまあそういう時にどうすればいいかっていうのを、まあ前回ね、この動画でね、ご紹介したんですけれども、まあ、これ人生が疲れた時に食べるすき家ってやつなんですけれども、こう頭のおかしいことをしてみる。語彙力。そうなんです。やっぱりね、こう、非日常をね、やってみる。もしくは YouTuber みたいなことをしてみるっていうのがね、一番だと思うんです。そこで今回、また僕がね、ご紹介します。そういう飯を。今回、私がやる頭のおかしいこと、それはね、こちらです。まあこれ、あれですね。いわゆる肉です。はい。まあ、国産牛のリブロースステーキですね。こちら、お値段、1388円。あ、もうね、もうやることは簡単です。このステーキ焼くだけです。はい、このモンスターの上で。あ、いったすぎだろ。こちらね、ガスをこうセットいたしまして、で今回ね、ステーキをまあそのまま焼くだけか、お前とね、まあ言われるかもしれませんが、皆さん1388円のステーキ、普通ね、庶民の人がですよ、庶民の人がこれ普通買いますか？普通の日に買わないですよね。でこれを買ってしまったとしたら、めちゃくちゃなんかこういろいろこう調べて調理しますよね。そんなことは一切しません。ここに、ごま油を加えます。あ、ごま油はこれ僕が好きなだけです。はい、普通の油使えとか言われるかもしれませんが、ごま油ですよ。世界は、まあ、なんかごま油、セサミオイルでできてますね。40% ぐらいは。はい。で、こちら、通常のご家庭だったらね、めちゃくちゃ丁寧に扱うところを、今回はもうそういう飯なんで、こうです。いいんすよ、いいんすよ。もう人生でこんなもんでいいんすよ、ほんとに。もう、行きましょう、雑に。雑にね、生きてないで、やっぱやってらんないことって多いと思うんですよ。もう1388円の肉にね、関係すぎなんですよ。もうね、もうこれを、もう適当に焼く。もうこれだけでね、もう、すべての、ありとあらゆる、神羅万象の悩みが解決します。はい。うわ、やばい、うまそう、うまそう、ワロタ。やっぱさ、肉ってさ、幸せだね、ほんと。うわ、めっちゃ跳ねてる、ここら辺、もう、掃除大変。っていうこともあんまり考えない方がいい。うん、ほら、見て見て。やばくない？これ、もう、ほんとに。で、こういう風にね、まあ、焼き時間。これもね、ストレスになってくるわけですよ、世の中。だから、そういう時は、この下のね、こちら台にしている、この段ボールの中からモンスターを一本飛んで、こいつを乗ります。うわぁ。うわぁ。まあね、なんだろうね。こう、普段やっちゃいけないようなことを、今ここでやっている背徳感みたいな。これあれですよ。初めて、ゼリービーンズに出会った時の感情とよく似ていますね。で、ここにね、もうね、こう、大胆にも、こう、塩コショウを振っていきます。もうね、これもう、こう、ワイルドにいっちゃってください、もうこんなものは。はい。で、これで、もう最後に、こうね、もう塩コショウをこうちょっと振って、これでもう完成です。これでもうあなたの、もう全細胞の鬱になった、もう全細胞、これにもう全部響きます。もうね、五臓六腑、もう何でも全部染み渡ります。もう何でも。こんな感じに、まあ、お肉がね、焼けたんですけど、これをね、もうね、このままガブっていっちゃいます。このまま。これ、あっ、うん、うん、ああ、うまっ。うわぁ、うめぇ。がん細胞に効いた。ああ、うめぇ。こうなるとやっぱご飯が欲しくなりますよね。もうこの時は、ご家庭でね、もう冷凍してあるこのご飯をね、口の中にいっぱい放ってやってください。うわぁ。いやさ、久々に YouTuber やってみたけどさ、いいな、YouTuber って。ああ、うめぇ。やっぱ
りこう日々を過ごしていくと、なんかね、こう毎日同じルーティーンの中で生活が嫌になってくるんですよね。そういう時はこんなことをやってみるとね、本当に友達に行かれます。皆さん最近人生はどうすか？楽しいっすか？最近はさ、もうこうコロナも落ち着き始めて、なんかね、こうイベントとかもできるようになって普通の生活になってきましたよね。なんでね、ちょっと俺もそろそろマジでね、こうイベント行きたいなとか考えてるんですけど、まあ来年からはね、ちょっと音楽イベントまた参加しようかなって思ってます。うん、まあ最近あの実写じゃなくてね、ちょっとゲーム実況をね、最近あのまあ俺の念願のやり始めてるんで、あのもしよかったらね、あのサベちゃん登録してください。何この油、えげつな。お腹が空いてても油はきつい。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。父さん、僕に脂身をください。僕は脂身を食えもの角なめです。お前の手に持ってるそれは何だって？大対策決まってんだろ。こと結婚することになるんだろうけど、めっちゃの侵入